こんにちは。 YouTube ですね。 YouTube にやっぱり使われちゃうとまずいですね。結局ね、私も Facebook ライブをやっていて、そのままこの YouTube に移行してきた感じなんですけども、YouTube しかご利用でない方は、YouTube にこれで、YouTube で、Facebook しかご利用でない方はね、YouTube にそれで移行してきた、くださった方もいたかもしれませんけども、そうですね、やっぱり YouTube 依存になると、どの動画が流行ってるのかなっていうことを、選んでですね、探して、その後でどういうコメントだったら受けるかなっていうふうにしていくんですよね。だからなんかこう、再生数追い続けると、もう完全に、お金に使われている状態といいますかね、儲かることをやろうみたいな発想になっちゃうんですよね。そういう YouTuber が主流なのも仕方がないんですけども、私はね、吉谷さんというのは逆発想というか、逆発想でもないんですよ。自分の内側から出る必要だと思うものを発信して、視聴者が何になるとあんまり関係ないんですよね。そういう意味で言うと、多くの方に役に立とうというふうに思ってやってるというよりも、一人でも、何かね、お役に立てることがあればっていうふうな考えが原点なのかなと思うんですよ。ですんで、例えば1アクセスでも、そのアクセスを取ってくださった方のために何かをすることができるのかなと。決して再生数が1でも落胆はしないのかなと思うんですよ。ただやっぱりね、広告収入狙ってる方は、100再生、1000再生、1万再生じゃ足りないと思っちゃうんで、そこに人が集まってくれたアクセスってものに対して数としか見れなくなってくるのかなと思うんですよね。どう思ってるのかっていうのは正確には分かりませんけども、私は再生数欲しいなと思って最初 YouTube やってました。再生数を稼ぐ、当てるってことはできなくもないなというふうに思ったわけですよね。だから狙えば今でも取れると思いますけども、そこにはもう自分がないかなと思うんですよ。もちろん YouTube の再生数を狙うという戦略でその通りになったら充実感とか自分の存在価値感じるのももちろんあるんですけども、私はそうではないかなと。私はね、主には速稼塾の塾生さんのためにこの動画発信ができればいいかなと思ってますし、少しでもね、豊かになっていただければというふうな形で自分の経験を話しているというところかなと思うんですよ。40歳からね、麻雀店の親父が40歳から始めたたどたどしいネットビジネスできちんと自由になると、自分の今までの不遜な暮らしを手放すことができてね、求めていた伝統的な生活感、私の場合はそうなんですけどね、私の場合は伝統的な生活感を実現するっていうこと、それが一つの通過点、目標だったですね。伝統的な生活感って何かっていうと、自分がいて奥さんがいて子供がいて一戸建てがあって車があって、たまにね、家族旅行で親孝行があってみたいなところですよ。伝統的でしょ。でも私たちロツレン世代っていうのは実はね、この伝統的家族感があるがゆえにね、全てを失ってきたと言ってもいいぐらい、皮肉な人生なんですよね。というのがね、伝統的な家族感だけを見て過ごしてきて、10代を過ごしてきて、受験をしてきてね、で就職をしてきたんですよ。でそこに来たのが今までの伝統的な生活感を支えている基盤の高度経済成長とかバブルの時代とか経済的な発展でどんどん続いていく海外とのつながり、それがピークアウトしちゃったわけですよね。で少子高齢化っていう恐ろしい事態が陥って、それに対して対策もないと。私は少子高齢化でもやりようがあると思うんですけども、少子高齢化の時代に対して高度経済成長の社会基盤、それから伝統的家族観ってものがいきなりは切り替わんないっていうところにロスジェネって歪みができたのかなと思うんですよ。そしてロスジェネ世代はもうすでにね、20年間以上もうそのロスジェネの狭間で苦しんでいて、もうね50歳を迎えようとしてるんですよ。でなんとか就職できた人も45歳以上は早期リストラだっていうことで、せっかくねロスジェネ世代、就職氷河期に入社したその会社、仕事、せっかく掴んだその地位も45歳以上早期退社ですよって言って、ローンも終わってない時に会社からほっぽり出されると、どうすりゃいいんだって話ですよね。で私は20代の頃に会社組織ってものを離れたんで、ある意味ね、自分で稼ぐっていうことを早めに気づいて、10年間自分で稼げなくって、その苦難の中から今の道をね、なんとか掴み取ったのかなと思うんですけどね。それがだから自分が必要だと
思ってること、一番自分が、私じゃない、速稼塾っていうのを作ってたのも、私が一番速稼塾を必要としてるんですよ。速稼塾に教わって、速稼塾に育てられて、だから速稼塾大事にしたいし、同じように、私同じようにね、苦しんでらっしゃる方の役に立つだろうなと思って、そのデジタルが苦手な世代に私が発信をしてるっていうところが大きいですよね。だからね、多分速稼塾の塾生さんっていうのは、そのドリアカに比べては年齢層高いと思うんですよね。ロスゼネ世代っていうのが中心になってきて、まあ、平均年齢はね、まあ、こう50代の前半ぐらいじゃないかなと思います。もちろん若い方もいらっしゃいますけども、あの若い方向けの発信もありますんでね、うん、でもやっぱり基本的には家族ってものを中心に展開する自分の人生を実現するための速稼塾ではあるんですよ。だから一人で生きるっていうね、テーマ私ずっと思ってましたけども、いつの間にか私も一人で生きるどころか、家族が、子供ができて、両親とのつながりがあってっていうことで、うん、なんかやっぱりサザエさんっていうね、ものを想起させるんですよね。で、考えてみるとサザエさんって、こっからがその今回の動画のうちになりますけどね、考えてみればサザエさんってとてつもないプロダクトロンチだったんだろうなと思うんですよ。ね、あれ昭和の初期の頃からサザエさんっていう漫画があって、アニメがあって、そこにはね、サザエさんを中心に自分たちの家族や、おじいちゃんおばあちゃんがいてね、で大家族、7人8人の大家族で、近所の人も付き合いが深くて、学校にはみんなね、一定の敬意を置いていて、で家があるみたいなね、で会社勤めを楽しくしているっていうところでしょ。でカツオ君は野球をやってるみたいなね、ほんとスタンダードな、こういうものが幸せですよみたいなね、形をアニメを通じて発信してくれて、しかも家電は東芝、うん、CM 東芝みたいなね、ある時リモコン、テレビリモコンが現れたりとかね、するわけですよね、うん、でそのうちだからカツオ君とかがスマホを使うようなね、そんなあれじゃないですか、サザエさんとかになるんじゃないですかね。あの自動運転車とかね、 GoTo なんとかキャンペーンみたいなのやってみたりとか、だからこのサザエさんっていうのを見て私も育ちましたし、サザエさんがいいアニメだと思って家族と見ることもあった。まさにだんだんの鏡だったわけですよ。ああいう風な家族って幸せだよね、それをなんとか私たちの家庭でも実現できないかなみたいなね。だから三種の神器も揃ったし、サザエさんのような家族旅行っていうのもね、夢に見たのかなと思いますね。はい、ということでね、私たちはものすごく他者、アクセスに影響を受けて、YouTuber であってもそれは逃れられないんだよ。逃れられないね。だから私たちは本当にやるべきことってのは、自分がね、何を求めているのか、他の人の意見ではなくて、他の人の幸せではなくて、自分の幸せを見つけられてますかってことなんだと思うんですよ。そうなったら別に伝統的な家族ってものがね、なくても、いわゆる自分を保証してくれるような年功序列のね、会社に勤めていなくても、そこに幸せはあるんではないかなと思うんですよね、うん、まあ、そういうことをこれからも YouTube で、ちょっとこう話していければなと思ってますね、まあ、幸せはね、モデルがないってことなんですよね。振り向いたら、ああ自分は幸せだったなと思うことでもあるのかなと思いますしね。何なんでしょうね、うん、まあいつもながらなかなか吉永さん面白いテーマ出してくれてね、うん、思うことはいっぱいありますよ。じゃあ今回はこの辺にしておきましょうか。じゃあいってらっしゃい。